名古屋鉄道でセホ700系電車。名古屋鉄道でセホ700系電車。名古屋鉄道でセホ700型電車は、現、名古屋鉄道、名鉄の前身事業者である旧、名古屋鉄道が、1927年、昭和2年より導入した電車である。同時期に導入された、レボ650型が、従来車と同様に、 木造車体を採用したのに対して、デセホ700型は構え体主要部分を普通構成とした半構成車体を旧名古屋鉄道の保有車両として初めて採用した。翌1928年、昭和3年にはデセホ700系の改良型と位置付けられるデセホ750系電車が導入された。デセホ700系びデセホ750型は 後年の元、名鉄成立に伴って実施された、形式称号改定に際しても700系及びも750型と、形式称号を改め、も700型は1998年、平成10年まで、も750型は2001年、平成13年まで、それぞれ最長70年以上にわたって運用された。本校では、デセホ700系及び、 デセホ750系の両形式について衝述する。旧名古屋鉄道は輸送力増強を目的として名古屋電気鉄道当時より継続的に導入した1500型に代わる新型車両の導入を計画した。1926年、大正15年度中に申請された20両の新型車両のうちデボ650型として落成した15両は従来、 車である1500系の設計を継承した木造車として設計された。残る5両については、旧名古屋鉄道の保有車両としては、初となる半高性車体を採用する新規設計車両として落成し、この半高性車5両は、デセホ700系701から705と別形式に区分された。デセホ700系の設計、製造は従来旧。 名古屋鉄道の車両製造を担当した名古屋、電車製作所ではなく、日本車両製造本店が担当し、以降でセホ750系ほか、後継形式を含め、旧、名古屋鉄道及びその更新の明記鉄道の、保有車両の申請をすべて日本車両製造が、担当する端緒となった。デセホ700系701から705は1927年。 昭和2年2月23日付で、レボ650計15両と共に、車両新増使用願い、発第928号が、管轄省庁へ提出され、同年3月31日付で、車両設計認可、管大719号を得て、同年4月より運用を開始した。その後、同年11月にレセホ706でセホ710が増備された。 翌1928年、昭和3年11月には、デセホ700型を一部設計変更した改良型の、デセホ750系751から758が、1929年、昭和4年2月にデセホ759、デセホ760がそれぞれ申請され、両形式で、各重量、合計20両が導入された。デセホ700系。 デセホ750系の両形式は、車体、主要機器ともほぼ同一の設計を採用するが、細部には、相違点が存在する。前述の通り、構え体主要部分を普通構成とした、車体長 14,262mm、車体幅 2,400mm の半構成車体を備える。深い丸屋根構造や、 腰板部の上下寸法を大きく取った腰高な窓位置、リベット組み立て工法を採用したことによる外反部に多数露出したリベットの存在などから、その外観は、堅牢さを第一に設計された、黎明期の反抗性車両の典型と評される。前後つまめに運転台を備える、両運転台仕様で、前後、つまめとも、貫通扉を持たない非貫通構造の丸妻形状を採用。 つまには3枚の前面窓を配置した。前照灯は白熱灯式のものを中央層価コシータブへ前後各一灯を設置した。側面はテボ650型を含む従来車と同様に客用扉を片側3カ所設けるが従来車が両端扉を両階構造の引き扉としていたのに対して3カ所の客用扉すべてを 914mm 幅の 片開け構造の引き扉で統一した点がなる。また、戸袋窓も他の側窓と同一形状とし、従来車のように丸窓構造とはなっていない。客用扉の下部には内蔵型の乗降用ステップが設置され、客用扉下端部が車内床面よりも引き下げられいる。その他、客用扉周辺の車体裾部は、非常面に対して、 大きく引き下げられた裾下がり形状となっているが、デセホ750型は、デセホ700型と比較して、裾下がりが小さいことが、外観上の相違点である。客用扉は開閉ラッチ付けの手動開閉扉を標準仕様とするが、デセホ750系759.760のみは落成当初より、と兵器、ドアエンジンを搭載し、9。 名古屋鉄道発の自動扉使用者となったつまめ及び側面のすべての開閉可能窓は一段加工式落とし窓構造とし前後端部の乗務員用小窓を除く側層下部には保護棒が設置された乗務員用小窓幅は 382mm、側窓幅は 698mm、窓、間柱幅は 64mm である 側面窓配置は 1T6D6D1D 客用扉で従来車と同様に乗務員扉は設置されていない。車内座席はロングシート仕様で車内照明として白熱灯を天井部に1両あたり10個設置した。主要機器についてはレボ650型と概ね同一機種を採用した。制御装置はイングリッシュエレクトリック社の前身事業者の一つで。 あるが開発したデッカーシステムと通称される電動化無軸式関節自動加速制御機を日本国内にてライセンス生産し東洋電気製造 ES-155 を採用した主電動機も同じく東洋電気製造が EE 社の国内製造ライセンスを得て製造した TDK-516A 直流直巻電動機 端子電圧 500V 時定格出力 70PS52.2kW を採用、1両あたり4機搭載した。駆動方式は吊り掛け式で、歯車比は2.65に設定された。なお、デセホ750型については、実際に実装されなかったものの、落成当初より弱め開示制御の準備工事が施されていた。 台車はいずれもアメリカボールドウィンロコモティブワークス社が設計、製造したボールドウィン A 型台車を原設計とする蛍光組み立て型の釣り合い常識台車でデセホ701デセホ705が日車ボールドウィンと通称される日本車両製造製の台車をデセホ706デセホ710がスミドモ製工所 ST-43 をデセホ750経前車が 住友製工所 ST-56 をそれぞれ装着する。デセホ750型が装着する ST-56 台車は車輪系が若干小型化され、そのため低速域の加速性能がデセホ700型より若干向上した。この車輪系の相違は後年の改造により両形式で統一され、際は消滅した。制度装置は SME 非常弁付ツケ参式直通ブレーキを常用制度として採用、手用制度を併設した。終電装置は従来車と同様に、トロリーポールを屋根状に前後各一機、菱形パンタグラフを屋根上中央部に一機、併設して搭載した。これは、旧名古屋鉄道の押切町やなぎ橋館は、名古屋市電との併用区間となっており、主に同区間の走行時において、 トロリーボールを用いるためである。その他、連結機は、デセホ701デセホ705において、ウェスティングハウスエアブレーキ製の K1、A 密着連結機を試験的に採用したが、後に増備されたデ、デセホ706デセホ710よびデセホ750型は落成当初より、一般的な波形自動連結機を採用、デセホ701デセホ705についても後、 都市並み形自動連結機へ交換された。デセホ700系、デセホ750型とも落成後は、デボ650型など同一性能の木造車格、形式と混用され、普通列車運用から、急行列車運用まで幅広く充当された。前述の通り、デセホ750系759.76レインについては落成当初より、自動扉仕様であったが、 1931年、昭和6年にレセホ758が自動扉仕様に改造され、自動扉使用者は計算量となった。1927年、昭和2年11月に開催された陸軍特別大演習の視察のため、昭和天皇が名古屋地方を訪れ、名古屋から犬山地区への行幸に際して、旧名古屋鉄道の押切町犬山橋、現、 犬山遊園館にいておし列車が運行されることとなった。近城天皇が行行に際して国有鉄道ではなく地方私鉄を利用するのは史上初のことであり、現名古屋鉄道名鉄発行の車子名古屋鉄道車誌は子おし列車運行を破格の栄光に良くしたと辞表している。このお飯列車運行に際しては 同年10月に竣工したばかりのデッセホ706、デセホ707の2両が重当された。同2両は、動力車検非会社として用いられ、編成中間に、機品車特3、SC ナンバー EE を、5両車に改装した、専用車両、付随車扱いを連結し、おし列車は3両編成で運行された。11月2日には、本番と同じ運行イヤにて試運転が実施され、 当時の旧名古屋鉄道は2両編成以上の定期列車の運行実績がなかったことから特に制動装置の動作などが念入りに確認された。11月20日のおめし列車運行当日は押切町犬山橋間において一往復が運行され全工程にて当時の旧名古屋鉄道社長である加藤の富之助が先導を務めた。その他役員以下すべての本社勤務の従業員が 動員され、沿線警備などに当たった。鉄道商工山線、現、高山本線のゲロ延伸に際して、旧、名古屋鉄道は、日本三名線の一つに数えられたゲロ温泉の観光開発の一環として、鉱山線への直通運転を計画。1932年、昭和7年5月に、宇沼下ゲロ間の直通運転認可を管轄省庁へ申請し、 同年9月に認可された。それを受け、同年10月1日に出世ホ700系2両を用いて、鉄道省客車列車との並結し運転を実施、成績が良好であったことから同月8日より、柳橋から新沼下路間にて、直通特急列車の運行を開始した。運行開始に先立って、 デセホ750系755.756の2両を専用車両に選定、車内の中央部客用扉より、半室を畳敷き仕様に改装し、畳敷きを座敷列車として、宣伝を行った。この直通列車は高年期ハ8000系を用いて、運行が開始された直通急行列車、高山、後の特急、北アルプスの前身とも言うべき存在であった。 翌九百三十三年、昭和八年十月より、直通専用車両が、車内トイレ付けのデボ二百五十型に変更され、デセホ七百五十系七百五十五点七五六は、車内を原型に復旧して、一般列車運用に転用された。その後、九百四十年、昭和十五年十月より、直通車両が鉄道省保有のハフ一万四千百系。 客車2両に変更され、同時に運行区間が下路イ北、富山まで延長された。運行形態変更に伴っても707も710の4両が、名鉄線内の客車経員車両に指定され、名鉄線内においては、客車2両も700系2両で経員する4両編成で、運行された。この乗り入れ列車は、太平洋戦争の戦局悪化に伴って1941年、 昭和16年に廃止となるまで運行が継続された。旧名古屋鉄道は1930年、昭和5年8月の名機鉄道への社名変更を経て、1935年、昭和10年8月に、愛知電気鉄道、アイデント台頭が合併し、現、名古屋鉄道、名鉄が発足した。現、名鉄発足後の1941年、昭和16年2月に実施された、 形式称号改定に際しては、デセホ700型はも700型へ、デセホ750型はも750型へ、それぞれ車両番号は変更せず、形式称号のみが変更された。その後、救命機区間、通称西部線と、救愛電区間、通称東部線を直結する連絡線建設の過程で、1941年、 昭和16年8月12日に、先行開業区間として、東日和島から新名古屋、現、名鉄名井西へ間が開通した。それに伴って、東日和島、押切町間の従来線は、前日11日をもって廃止され、押切町やなぎの名古屋資源との、線路共用も解消した。これにより、も700型、も750型を含む、 西武線所属の全車両を対象に、不要となった、トロリーポールの撤去に加えて、パンタグラフを中央部から車端部へ、全小島を総加幕板部から、屋根部へそれぞれ移設する改造が、一斉に実施された。戦前から戦中にかけてのモ700型、モ750型は、一貫して、明記線、現、名古屋本線の一部及び、犬山線といった、 西武線の幹線系統に所属した。また、自動扉仕様であったも750系758から760は、1944年、昭和19年3月に全車庫兵器を撤去して、手動扉仕様に改造された。終戦後、も700系706から709の4両が、新中軍専用車両に指定された。 うちも七百八も七百九については、車体塗装を茶色地に白帯に変更し、側面層下に、アライドパーソネルオンリーの表記が追加され、車内整備などを実施して九百五十一年、昭和二十六年頃まで、各見ヶ原線において運行された。九百四十八年、昭和二十三年五月十二日に、西部線に属する主要路線の河川電圧を、 従来の直流600ボルトから同1500ボルトに昇圧する工事が完成し、同年5月16日より金山橋、現金山を境とした運行系統分断を介して東西直通運転が開始された。これにより、従来西武線に所属した一部形式については昇圧対応改造が実施されたが、もう700型、も750型は改造対象から外れ、 河川電圧が600ボルトのまま損置された、四川区への転属が決定した。も700型は、かかみが原線系統へ、も750型は、犬山地区の四川区、小牧線、広見線へそれぞれ全車転属した。かかみが原線におけるも700型は、当初も701対も705が区2260、計2261から2265と、 車両番号末尾を揃えた二両編成を蘇生し、も706対も710については特定の車両と編成せず増結用車両として運用された。その後、1960年、昭和35年12月にも703が犬山地区へ転属し、残る給料についてはも701も704が92190。 計2 1 9 1 2 1 9 2と、も705学2265と、も706学2 1 3 0計2 1 3 1と、も710学2 0 9 0計2 0 9 1と、それぞれ編成を蘇生し、残るも707も709を、増結用車両として運用した。かかみが原線は1964年、昭和39年3月に、 河川電圧の1500ボルト昇圧が実施され、それに伴っても700系のうちも7 0には、瀬戸線へ、も703も704の2両は、犬山地区へそれぞれ転属し、も701も705も707も710の6両については余剰廃車となった。同6両はいずれも解体処分を免れ、も701も705は、福井鉄道へ、も707も710は、 北陸鉄道へそれぞれ譲渡された。なお、モ7 0 6は1964年、昭和39年2月に発生した新川工場火災において被災消失し、同年4月に廃車となった。一方、小牧線、広見線におけるモ7 5 0型は、モ6 0 0型、モ6 5 0型など、各形式とともに、主に炭鉱で運用された。 も760は前日下も706と同様に、新川工場火災において被災消失し、1964年、昭和39年4月に廃車となったが、同時期には、蒸気かかみが原線の河川電圧昇圧に際して、転属したも 700K703.704 が加わり、両形式合計11両が、犬山地区の四川区における主力車両として用された。 その後、犬山地区の各市線区についても、河川電圧の 1500V 昇圧が段階的に進められ、1964年、昭和39年10月の小牧線の昇圧工事完成に際してはもう700 700K704、及びも 750K754.758759 の4両が瀬戸線へ転属した。翌1965年、 昭和40年3月の広見線の昭和工事完成に際してはも 700K703、及びも 750K751 から753.755から757の、軽給量が同じく、瀬戸線へ転属し、も700型、も750系の両形式は、西武線系統の支線区における運用から撤退した。前日の通り、も 700K702 から704。 およびも750系751から759の計12両前車が瀬戸1 0へ集約された。も750型については、転属に際して台車の換装が実施され、も751はも600系、初代607より発生した、住友成功書 ST-2 台車を、も752も759はも650。 型などから発生した日車ボールドウィン型台車を、それぞれ装着し、も750型から捻出された、ST-56 台車は 3730K、92730K の申請に際して、転用された。その後、も 750K 75 75、752.753、756.757の、計4量は1965年。 昭和40年10月から翌1966年、昭和41年3月にかけて、イビセン系統へ順次転属した。転属に際しては、同時期に廃車となった木造車の廃車発生品を流用して、主電動機、制御装置が換装された。制御装置は、電空単位スイッチ式関節非自動加速制御機、HL 制御機に、主電動機は、 ウェスティングハウスエレクトリック製の WH-546J 直流直巻電動機、端子電圧 600V 時定格出力 48.49kW、歯車比69、18イコール3.83に、それぞれ乾燥され、瀬戸線に残留した他の車両とは全く性能の異なる車両となった。またこの際、 もう751が装着した ST-2 台車をも 900K9012 台の竣工に際して転用するため、もう757が従来装着した日車ボールドウィン型台車をも751へ転用し、もう757は別途発生した日車ボールドウィン型台車を装着の上で、イビセン系統へ転属している。 セト線に残留したも 700K702 から704、及びも 750K751.754755.758759 は、区 2100K、区 2190K、区2320型など制御者格形式と編成を蘇生した。セト線においては二条編成での運用が、 状態化していたことから、も700軽前車及びも750系751.754の軽護量については1967年、昭和42年3月以降に連結面側の運転台機器を撤去する、型運転台改造が順次施行された。同時期にはも700軽前車及びも750系751.758、759の車内照明が蛍光灯化された。 一方、伊比線系統へ転属したも750系752.753756.757のうち、も752も753も756の3両に、ついては1969年、昭和44年10月にも600系、2台申請に伴う、主電動機の転用に関連して、電を解除され、制御者、92150系、 三台二千百五十一から二千百五十三と、形式称号及び、記号番号を改めた、車番は空運二千百五十一、区二千百五十二が三台、区二千百五十三が二台、区二千百五十系、三台は、クロノより運転台に、HL 主管制御機を、中節より運転台には、デッカー型主管制御機をそれぞれ備え、HL 車、AL 車どちらとも、 平結可能な構造に改められた。しかし、車両運用上の都合から空2151、3台は、同年12月に、再び電動車に改造されて9番のも752へ戻され、同時に空2153、2台を空2151、4台へ改版し、空番を解消した。翌1970年。 昭和45年7月27日付でも757、特に1152、3台が廃車となったが、国に1152、3台については、書類上は9番のも753として除籍された扱いが取られている。その後、1973年、昭和48年8月に、瀬戸線の車両体質改善目的で3700、計が 感染系統より、瀬戸線へ転属したことに伴って、余剰となったも704も751も754も755も758の5両が、伊比線系統転属した。残るも702も703も759は、同年7月に、客用扉の自動扉化が施行されて、継続運用されたが、1978年、 昭和53年3月の瀬戸線の河川電圧 1500V 小圧工事完成に伴って、同三両もイビ線系へ転属し、両形式全車がイビ線系統へ集約された。イビ線系統への転属に際しては全車とも、主電動機を TDK-516A から WH-546J へ換装し、またそれと前後して、唯一、 HL 制御の電動車のまま残存したも752は1973年昭和48年に制御装置を元来の ES-155 へ換装して AL 制御仕様に服した。この結果、イビセン系統への集約後の両形式は全車性能が統一された。なお、国1151、4台については1973年。 昭和48年11月に、クロノより運転台の主幹制御機を、デッカー型に交換して、エール車専用の制御車となった後、1978年、昭和53年10月2日付で除籍され、国1150系、3台は、形式消滅した。以上の変遷を経て、最終的にも700系702から704の3両、 およびも750系751.752754.755758.759の6両、軽給料が、イビセン系統へ集約され、同時期に転属した区2320型とともに、従来イビセン等に在籍した雑多な、旧型車を代替して、車種の統一が図られた。上記給料のうち、 も700系前車とも750系751.754は前述の通り、セット線在籍当時に、カッター運転台化改造が施行されていたが、も751は、エビ線系統への転属に際して、再び両運転台仕様に改造され、も750型ではも754のみが、カッター運転台仕様で損置された。また、1973年、 昭和48年から1978年、昭和53年にかけて、全車を対象に、客用扉の自動扉化、全消灯の低電圧装置付けシールドビームか前面ワイパーの自動化が施行された。その他、車体塗装のスカーレット一色塗装化が、瀬戸線在籍当時に塗装変更済みであったも702以外の全車についても順次実施され、1979年、 昭和54年のも759をもって完了した。1980年代以降、名鉄は、経営合理化の一環として、利用客数の少ない鉄道線区について、順次、ワンマン運転方式を導入した。1984年、昭和59年10月より、伊比線系統の内換算区間であった、伊比線の末端区間、黒の本伊比間、及び谷組線前線。 黒の谷組間の運行列車をワンマン化することとなり、も750系の両運転台使用者の中からも752、も755も758も759の4両を対象に列車無線の搭載、車外バックミラーの新設、車内料金箱及び整理券発行機の新設などワンマン運転対応工事が見された。1987年、 昭和62年6月よりワンマン運転区間はイビセン全線に拡大され、も751が追加でワンマン運転対応工事を施行された。上記ワンマン運転対応工事と前後して、1982年昭和57年よりも750型を対象に窓枠のアルミッシ化が施行され、1986年昭和61年までに、 全車完了した。また、同時期にはも700型、も750軽量形式を対象に従来、木製であった、客用扉の構成扉への交換も順次、実施された。その他、屋根外周への雨どいの新設のほか、一部車両については老朽化した外販の張り替えが施行された。上記の変遷を経て、も700計3量及びも750計五十四 の、軽音量が、2万、ん、変運転台仕様で損置されたが、1992年、平成4年12月28日付でも702が、廃車となったため、その運転機器を流用しても754の、両運転台化改造が施行され、同時にワンマン運転対応工事も施行されて1993年、平成5年7月に竣工した。 この結果、もう750型は全車とも両運転台、ワンマン仕様で統一された。運用線区は、末端ローカル線区に限定されていたものの、落成から70年以上を経過した、平成年代まで運用された、両形式であったが、伊び線系統における、車両近代化を目的として1997年、平成9年から1998年、 平成10年にかけて申請されたも 780? 型に代替され、1998年、平成10年4月5日にも703とも 704? のさよなら運転が行われ、当日も703話も 758? も704話も752と編成を組んだ。4月13日付でも、7 0 0系7 0 3 7 0 4 およびも750系752.758759の計5両が除籍された。この結果も700型は形式消滅となった。残るも750系751.754755の3両については、伊比線、黒の本伊比間んおよび谷組専用車両としてその後も継続運用された。これは両路線の末端区間は、 河川の電圧効果が激しく、特に谷組線谷組付近の連続のぼりバイ区間は、立行時に河川電圧が定格の半減以下に降下する場合があることから、両区間の運用は劣悪な電力間強化でも、走行可能な特性を持つ直流電動機を搭載する量に限定されたことによる。その後、伊び線黒の本伊び間んび、谷組線前線は2001年、 平成13年10月1日付で廃線となり、用途を失ったも750系751.754755は、同年12月11日付で全社除籍され、も750型も形式消滅となった。最後まで残存したも750系3量は、廃車後いずれも何らかの形で再利用された。も751は、岐阜県内において、 パンや手作りパンポ、M の店舗として活用され、モ754は、車体を中央扉付近で約半分に切断し車体塗装を、瀬戸潜在籍当時の緑色に復元した上で、愛知県瀬戸市の瀬戸倉ミュージアムにて、モ755は、現役最末期そのままの状態で、谷組駅跡にて、それぞれ生態保存されている。名鉄において、 廃車となったも700型も750系のうち、かかみが原線の河川電圧昇圧に伴って1964年、昭和39年に余剰廃車となったも700系701.705707から710の6両のみが、地方支設への譲渡体となった。も701も705は、福井鉄道へ、も707も710は、北陸鉄道へそれぞれ譲渡され、 前者はモハ140系、初代141.14二14、後者はモハ3700系3701から3704の形式称号、記号番号がそれぞれ組みされた。福井鉄道も、四141模百142は、後年同じく名鉄より譲渡されたモ900系、二代目も、八140系に代替され、1979年、昭和54年に廃車となった。 北陸鉄道も、3700型は1980年、昭和55年の同社の未戦廃止によって、用途を失い、長期関係者となった後1986年、昭和61年4月に全廃となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。